ちょっとまだ緩いけど。あ、まだ緩いけど。でもまあこれもまあ安定の、はい、ちょっと生地違いますよ。あ、生地違います？パリパリしてる。これと。あ、これめちゃくちゃメッシュでした。そうそうそうですよ、メッシュや。これ頭のてっぺんは。ここはね、これ一緒ですね。でもこれからの時期でもあうちゃんメッシュメッシュってメッシュめちゃメッシュやったらね、来年の夏まで来年の夏にやる気出してめっちゃ攻めた帽子ですねこれこれは あこれもいいじゃないですか。でも私これはまっすぐですよ。まっすぐなやつ似合わへんけど。まっすぐ似合えへん。似合ってなくないですか。つば大きい。これ裏は裏は、あ、攻めてない。あ、攻めてない。これ裏攻めてないね。だから今のところ2択っすね。これはない感じや。いや悪くはないけど、こうや、うん、悪くはないっすよ、うん、悪くはないっすけど、こういう昔の小学生みたいにこうグッとグッととんこうもっとこうそうそうとんがらかして昔の小学生昔の小学生みたいにしてたんですか。いや昔の小学生ね、野球部はおるのが。そうなんや。野球部はおるのがかっこいい。かっこいいとされてた。野球男子やったんや。あ、そうなんや。みんなそうだったんですよ。うん、すみません。俺ら小学校の時からだから、うん、そこから一周は回らないっていう。うん、まだやってきてないですね。か、まあまあ普通に丸める。あ、丸める感じ、ね。ちょっと生きってる時はこうやってみる。あ、いいですね。何年生きってる時一やんそれ。調子いい時みたいな。調子いい時。あ、こうしてみる。こう、ちょっとこの色違うのに気に入りました。あ、そうね。うん、いいっすね。こんなん持ってない。これにしよう。あ、わかりました。